はい、皆さんおはようございます。というわけで今日の動画はですね、ちょっとまあネタ切れ気味ということで、最近僕がよくしている髪型ヘアセットですねの動画をお届けできればなと思います。でまあ僕はこれまでヘアセット動画2本ぐらい上げていて、まあ、最近はまあちょっとナチュラル寄りなあのセンターパート、まあ髪セットをね、よく好んでしているので、まあちょっと需要があるかどうかは置いといて、まあ今回動画でね、お届けできればなと思います。まあ髪のプロではないので、参考になるかどうかっていうのはさておき、まあこんな感じでやってますよみたいな、まあ少しでもこう参考になればなと思って、今回動画を回してます。まあというわけで今、あの髪をちょっと濡らしてきたので、まあ、ドライのところからご紹介できればなと思います。はい、では早速セットしていければと思うんですけども、でまあ濡らしてからちょっと時間が経ってるので少し乾いてきてはいるんですけど、まあ、まず僕の場合はですね、生え癖が根元にあるので、まあ勝手にここでちょっと分かれてしまうみたいなところがあるんですけど、まあこんな感じで髪をこう分けますと。で昔は結構このタイミングでもうがっつり前髪全部上げてっていう感じでやってたんですけど、まあ、最近はちょっとなんかこう目にかかってるぐらいのセンターパートの方が好きだなと思っていて、まあ、なのでこんな感じでだいたい真ん中ぐらいで分け目を作りますと。ここからまあ乾かしていくんですけど、昔はこうがっつり下から風を当てて根元をこう立ち上げるみたいなヘアセットをしてたんですけど、まあ、最近はですねあんまりボリュームを髪に持たせないようなヘアセットをしていて、基本的にはこう上から乾かしていきます。ドライが終わったらですね、もう極力僕は髪にボリュームを持たせないように、まあ、特にこう鉢周りですかね、頭のこの部分ですかね、もうちょっと押さえて冷やします。はい。まあ髪にちょっとボリュームがありすぎるとね、なんか頭がでかく見えちゃうのがすごい嫌なので、はい。今、まあドライが終わって、こんな感じですね。はい。で、まあ乾かし終わったんですけど、最近僕のヘアカットのオーダーで言うと、目横ぐらいの長さですかね。はい。で、平行で切ってもらってます。はい。昔は前下がりで切ってたんですけど、最近ちょっとなんか気分が変わって、平行ぐらいでちょっと切っていただくように頼んでいて、量は結構ついてもらってます。はい。まあもともと結構髪伸びるの早くて毛量も多いので重くならないように結構髪はついてもらってますね。はい。で刈り上げは一応何ミリだったかな、9ミリだったと思います。はい。9ミリで横と後ろを買ってもらってるっていう感じですね。じゃあまあドライが終わったので、ここからヘアセットですかね、していきたいと思います。はい、じゃあヘアセットしていくんですけど、今日使うのはこちらのイソップのヘアバームを使います。中こんな感じですね。まあ量はこのぐらいなんですけど、まあぶっちゃけこれ全然ヘアセット力はないですね。はい。もうなんか保湿クリームみたいな感じです。なのでまあこれをちょっとこう伸ばしていただいて、まあ後ろからつけていきます。結構割とあの匂いが意外と強烈ですね。はい。でまあこんな感じでもう全体にまぶしていきます。顔周り以外のところにこうなじませて、まあ最後にちょっと前髪あたりにちょろっとつけるような、もうここからはですね流れを意識して下に下ろしていくっていうイメージなんですけど、でなるべく頭にボリュームが出ないようにですかね。耳に落ちてきたのはちょっと後ろに流して、耳はこう全部出るような感じでセットしてます。ある程度形を整えていただいたら完成なんですけど、なんか個人的に最近意識してるのは、あのしっかりこう分けすぎずに、基本は目横、まあ、センターパートでこう全部分けてるんですけど、こういう細かい毛を目と目の間、ちょっとそこまでこうかっちり分けすぎないセンターパートっていうのを割と最近は意識してますね。はい。もうほぼこれで完成ですね。あとはもう形を整えて、あんまりこうボリュームが出すぎないようにこう押さえていただくっていう形です。はい。で、まあ最後僕は絶対にまあスプレーはしますね。いつもトリエのスプレーを使ってるんですけど、最近買いに行ったら売ってなくてですね。なのでこのオーシャンのスプレーを購入しました。あんまりこう固めたくないとか、そういう方であれば、まあスプレーとかせずにね、あのこのままでもいいかなと思うんですけど、まあ僕はせっかくセットしたのに崩れちゃうのとか、あんま嫌だなと思うので、まあスプレーは基本的にはしてますね。まあここの根元ら辺が多いですかね。ここに、ちょっとこうやって、まああとはもう全体的に、こんな感じです。これで終わりですね。
はい、こんな感じです。まあ、こんな感じのナチュラルセンターパートに、はい、最近はハマっております。はい、というわけで今日の動画は、まあ、僕が最近ハマっているナチュラルセンターパートのご紹介をさせていただきました。このイソップのヘアバームに関してはナチュラル系のヘアセットしたい方には結構いいなと思ってて、ヘアセットっていう要素はあんまりないんですけど、まあ、ちょっとこう適度に髪にツヤが出たりとかするので、気になる方はねぜひ購入してみていただけたらなと思います。まあ、お値段はちょっとだけするんですけど、まあ、部屋に置いててもなんかおしゃれかなとは思うので、はい、というわけで、まあ、今日の動画はこんな感じで終わろうかなと思うんですけども、まあ、今日はヘアセットの動画をご紹介させていただきましたが、まあ、普段はやっぱ洋服関連の動画が多いので、まあ、ぜひね少しでもいいなと思っていただけたらチャンネル登録をしていただけるとすごく嬉しく思います。あとはインスタグラムの方もやってるので、気になる方はちょっとチェックしていただけると嬉しいです。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。